本日は、いちご株式会社2024年2月期第3四半期ウェブ決算説明会にご参加いただきましてありがとうございます。まずはじめに、2024年1月1日に発生しました、令和6年能登半島地震及び今も続く余震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。私たち、いちごの役職員一人一人は、被災者の救済及び被災地域の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。それでは、本日の決算説明会の当社出席者をご紹介いたします。いちご株式会社代表執行役会長、スポット・キャロンでございます。ご協力ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、代表執行役社長、長谷川拓磨でございます。長谷川拓磨です。よろしくお願いいたします。続きまして、上席執行役、財務本部会長、坂松孝則でございます。坂本です。よろしくお願いします。それでは、長谷川よりご説明をさせていただきます。皆さん、こんにちは。本日は、弊社のですね、2024年2月期、第3クォーターのウェブ決算説明会に、ご出席いただきましてありがとうございます。それでは早速、第3クォーターの業績について説明をします。まず、第3クォーターのサマリーでございます。大きく3つのですね、トピックスを確認させていただいております。まずは業績についてでございますが、当社の営業利益、それとキャッシュ EPS については、前年同期ベースで20%近いという形になっております。主な要因として、まずはですね、ストック収益の部分においては、ホテル関連収益、これが大幅に伸びております。約27億ほどの前期比からの伸びという形になっております。ホテルのレブパワーはですね、第2クォーターの時は、コロナ前と比較すると25%というふうに申し上げておりましたが、第3クォーター時点では30%、またそこからさらに、伸長したという形になっています。続きまして、フロー収益についても、今回ですね、第3クォーターで、1号ウォーターズ、そして、当社のですね、中東地顧問が、AU を受託させていただく、セキュリティトークンのですね、第3弾、こちらがですね、無事、実装されております。物件の規模としては、レジデンシャル6物件で約90億という形の組成となります。今回はですね、このオーナーズの物件の売却に伴うフロー収益はもちろんのことですね、ストック収益についても、AM 事業としての収入がノーアセットでというような形の構成となっております。そして、二つ目でございます。物件の取得の状況ですが、第三クォーター時点においてはですね、まだここまでのことですが、今740億近い物件の取得が予定されております。過去を比較してもですね、最高の取得の状況という形になっております。確か去年は500億ぐらいだと思いますので、そこからいくと大幅に多いという形になっております。で、その中の内訳としては、こちらに書いてあるとおりなんですが、この後、物件の取得についてはですね、詳細のご説明をさせていただきますので、そこでですね、もう少し細かい説明をさせていただきたいと思います。で、最後でございますが、当社がスポンサーとして運用させていただいております、1号スイートでございますが、投資口について35億を取得させていただきます。今期は2回目の投資口の取得ということになっておりますが、1号スイートにつきましては、昨年の1月からスタートした投資口の取得、累計でですね、今130億という形になっております。当社グループはですね、当然、リートのですね、スポンサーとしてのコミットはもちろん、運用としてのですね、成績を上げていくことのみならずですね、スポンサーとしてできる、うちの向上に向けた取り組みを続けてまいりたいというふうに思います。で、続きまして、当社がですね、重要な仕事としております、ストック収益のですね、コテのババルツでございますが、第3クォーターにおいては222%という形に着地しております。右側に棒グラフがございますけれども、昨年で見ると大幅な伸びといたしましては、新築事業がですね、57%。これが大きく寄与した。
全体で申し上げると、昨回で 33% の増加という形になります。で、ここからはですね、業績についてのご説明でございます。まあ、先ほど申し上げましたが、営業利益については昨回で 20% 増、キャッシュ EPS については 14% 増というところでですね、今期も着実にですね、業績が第3クォーターでも確実に見えるという状況でございます。まあ、今期の目標に対しては、ほぼほぼ全ての項目で 90% を超える進捗という形になっております。で、具体的にはですね、この後申し上げますが、第4クォーターで、まあ、まだ一応オーナーズの受ける売却、これが予定されておりますので、これ次第ではありますけれども、当期利益が100億に対して96億ということになっておりますが、ここからプラスアルファの、まあ、増益という形になる。そのように考えています。続きまして、セグメント別のですね、業績について説明をさせていただきます。まずアセットマネジメント事業についてはですね、もうすでに、今期の予想をオーバーしております。まあ、前期はですね、まあ、物件の売却に伴うサクセスフィー、これが大きく寄与した形で、今期、目標としてはそういったですね、お金の不労収益がない形でスタートいたしましたけれども、結果的にはですね、特にホテルでございますが、まあ、こちらのですね、業績、まあ、レルパーの伸び、による賃料収入の伸びがですね、大きく寄与いたしまして、今期だけでですね、まあ、今2億5000万のベース収益の伸びという形になっております。アセットマネジメント事業についてはそちらが一番大きな収益になっております。まあ、新規事業につきましては、もうすでに、前の業績についてはですね、前期で 25% という形になっております。特にマルチアセットにつきましては、第1クォーター、第2クォーター、第1クォーターにおいては、ホテルリートへの物件の売却、で、第2クォーターにおいてはストレージプラスの売却というところで、不労収益をしっかり獲得しながら、かつ、ホテルの賃料収入、あとですね、ホテルのオペレーション会社としての収入、ここもプラスに働いて、昨年で見ると 50% 以上の増という形になっております。で、一部オーナーズについては、昨年で見るとマイナス 38%、という形になっております。セグメント利益で見ますと、今期、42億という形に対して、まだ20億というところの進捗でございますが、すでにですね、第4クォーターで、第3波のセキュリティトークンの売却、そして、まだ大型の物件の売却が控えておりますので、この売却が完了すると、通期の予想42億は大きく超えてくる、まあ、そういった着手の見込みでございます。クリーンエネルギー事業につきましては、今期は横ばいというふうに申し上げておりましたが、まあ、売電については順調に、今年もですね、しっかりと発電をしておりますが、今期末ですね、においては、エビノがですね、今14メガバスでしょうかですが、この売電が開始になっておりますので、来期以降、通期ですね、業績の貢献という形になっております。続きまして、当社のストックとフローの推移でございます。2020年から今期の予想という形で、5カ年分のですね、推移を出していただきます。今期の目標については、トータルでですね、300億、約305億というような目標を立てています。で、右側の枠で囲った2つの棒グラフでございますが、左側が第3クォーター、そして右側が第4クォーターの数字でございます。現状ですね、この数字を見ていただいて、一番のポイントといたしましては、ストック収益。こちらはですね、今190億を、まあ、見込んでおります。過去最高のですね、ストック収益が185億というところでございましたので、まあ、過去最高のストック収益のという形を、今期末で見込んでおります。で、不労収益につきましては、先ほど申し上げた分がですね、まだ見込まれておりませんので、現状135億の目標に対して、117億。という形になっておりますが、ここから物件の売却がですね、ここから先の2月末までは入ってくると予想しておりますので、そういった意味では、不労収益についても、目標の、もともとの数字を超えていく、そういった予想を現状では立てています。当社のですね、事業を支える財務基盤という形でのご説明を取りさせていただいておりますけれども、まあ、引き続き、長期の借り入れができております。ただ、若干右肩下がりでですね、まあ、機械についても残存機械についても下がってきておりますが、これはですね、一部コーナーズの物件の取得、これがですね、全体の割合の中で増えてきているというところが大きな要因でございます。
実際に当社のマルチアセットについての新築については約10年の前です。でですね、オーナーズについては7年の前ですでございます。で実際はですね、一部オーナーズの物件の売却は、いつも申し上げておりますが、1年ぐらいで物件の改定をしておりますので、まあ、7年でも多いんですけれども、全体の物件の取得の状況でいうと、オーナーズの取得がどうしても増えますと、この残存期間はそれに引っ張られる形で、平均のですね、残存期間が少し下がってしまう。ただですね、当社へのファイナンスの環境、これはですね、普通に追い風の環境は続いておりますので、ご紹介いただいても大丈夫かなというふうに思います。続きまして、各セグメント別のですね、トピックスについてご説明をさせていただきます。まあ、冒頭で申し上げましたが、この第3クオーター、特にホテルの改善、ホテル収益の改善というところが大きかったという話をさせていただいておりますが、特にこの3つの要素が大きかったかなというふうに思っています。まずは、当社の自社ブランドであるの。今、こちら、新宿のですね、数字について書かせていただいておりますけども、コロナ前の会議で25%。で、福岡にあります、ワンファイブのビラのテラスについては100%を超えるプラスという形になっております。で、第2クォーターの決算発表のご説明をさせていただきましたが、新しく開業いたしましたホテルデパラッツォ。こちらについてもプラス22%増。こういったですね、当社のホテルの中でも、より付加価値をつけたホテル、ライフスタイルホテルであったり、宿泊効果がプラスアルファのホテルについての伸び、ここがですね、よりホテルの私どもの収益の中で大きく寄与しているというふうに思っています。で、下にグラフにつきましては、まず、このグラフについては収益。そして、折れ線グラフについては、ルーパーを示しておりますが、まあ、ここで見ていただいたらわかるようにですね、昨年から比較しても、7000前半からですね、ですね、11万1000を超えてくる水準。で、これはですね、第4交代においてももう少しプラスになってくるかなというふうに思っております。で、2024年2月期のですね、第3交代におけるホテル関連収益、これ43億というふうに記載させていただいておりますが、現状の見込みでございますけれども、約54億ほどのですね、ホテルの関連の収益になるということになろうかと思います。まあ、そういう形になりますと、昨年と比較すると倍以上の収益が回復していたというふうに言えるのかなというふうに思います。まあ、コロナ中ですね、だいぶホテルは当社の収益としては、若干、少し引っ張った部分はございましたが、まあ、ホテルのですね、観光需要、あとはビジネスの需要が戻ってくるタイミングで、そこのですね、需要をしっかりキャッチしてですね、ホテルの賃料、そして、ホテルオペレーション会社としての収益をしっかり上げていく。できた。まあ、そんな、私どもとしては、いいかもしれないなと思います。続きまして、物件の取得と売却についてでございます。まあ、冒頭でも申し上げましたが、契約も含めて確定分で、今、約41兆の物件を取得。これを予定しております。3級の時点ではですね、まだ340ほどでございますが、第4クォーターでですね、約400億の取得を予定しております。マルチアセットで250億、1号ナースで150億。という内訳でございます。で、マルチアセットの内訳といたしましては、オフィスがですね、約50億、そして、ホテルが約200億という内訳になっております。まあ、この新築事業としての物件の取得については、リート向けのですね、オフィスリート、ホテルリート向けの物件の取得という形の取得でございますので、将来的にはですね、この投資については AUL の貢献につながる、そのように考えると。で、物件の売却につきましても、現在の、第3クォーターにおいて今317兆ということでございますが、確定分で430兆ということでございます。これは、あくまでも、今、私どもの方で契約をして、決済が終わっている分、11月末からこの1月の、本日11日までの間に、決済まで終わっている分を確定という形で、表現させていただいておりますので、先ほどから申し上げている、オーナーズの大型の売却であったり、まだ物件の売却いくつか進んでおりますが、そういったものが含まれてない設定ということを、ご認識いただければなというふうに思います。続きまして、物件の取得についての推移、これを書かせていただいております。まあ、2020年からですね、今期の数字という形になっておりますが、まあ、3級、今期の3級時点の数字でございますが、746億ということで、2020年、600億ぐらいの取得でございますが、まあ、そこからまた大幅に物件の取得が伸びてきているというところでございます。
当社としてですね、不動産の投資に関しては、一目もならず、新築の利子に関しては、コロナの影響を受けませんでしたので、物件の取得が順調に、増加している形で、宣言を立てておりましたが、特にホテルに関しては、流動性が高まって、下がってしまった時期がございましたので、投資としては一旦ストップをして、保有しているホテルについての、戦略的なキャペックスをかけた、内部成長というところをこの3年に費やしていきますが、今期については、本日についても、ホテルについても、流動性がまた戻ってきておりますので、この期初から積極的な物件の取得、これを目標にしてやってまいりますが、それが結果的にですね、こういった形で、過去最高の取得という形になったかなというふうに思います。続きまして、オフィスのですね、当社の新築の事例を書かせていただきます。第2クォーターでは、ホテルのですね、バリアフリーについても、私も新築の事例を書かさせていただきますが、この第3クォーターにおいてはですね、当社が今進めておりますセットアップオフィス、そのですね、事例がいくつか出てまいりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。このセットアップオフィスというのはですね、比較的スタートアップ、ベンチャーの企業様が、好んで使っていただいている、そういったニーズがあったか、高くあるマーケットでございますが、直近ですと、働き方改革であるとか、従業員の方のプレイング、その感情の満足度を上げるという意味で、企業様は積極的にこういったですね、付加価値の高いオフィスを求めるようになっています。そういった背景もありまして、当社といたしましては、そういったセットアップオフィスをこの数年手掛けてまいりましたが、今回3つの事例を出させていただきます。ハンガーを出ました。あとは、福岡で展示というエリアでございますが、従前の賃料に比べて 80% プラス、50%、60% プラスという形になっております。先ほど申し上げたバックグラウンドでですね、こういったニーズが高くなってきておりますので、当社といたしましては、引き続き、このセットアップオフィスには力を入れてまいりたいというふうに思っておりますし、もちろんハード面ではなく、ソフト部分についてもですね、テナント様に満足いただければ、いろんな取り組みを今、試みておりますので、そういったものを踏まえて、オフィスについても、ホテルでいうノットのような、自社ブランドか、そういったものにチャレンジしてまいりたいというふうに思います。続きまして、1号オーナーズについてのご説明でございます。1号オーナーズはですね、外部のデベロッパーさんと強力なですね、パートナーシップを組むことになって、毎年成長させていただいております。どうして1号オーナーズはこの物件が大丈夫ですかというご質問を、投資家の皆様からよくいただくんですけども、ちょっとそれを私どもなりにですね、分析して、説明したものがこちらでございます。物件については、まずどういう物件を買うんだろうというところから物件を仕入れ、そして商品化する、リーシングしたり、そのリーシングが仕上がったものをどうやって投資していますか、そして販売をして運用する、このサイクルを私ども7年間で回してきております。で、規模感で申し上げると、毎年ですね、新築のレジデンシャル、これ東京が主な主戦場ですけども、約30棟から40棟買わせていただいております。で、7年間で言うと、これ、115棟のですね、物件の取得もさせていただいております。で、リーシングに関して申し上げると、約年間で2000棟のリーシングをさせていただいております。で、かつ、こういったですね、仕入れを1年間のサイクルでお客様に商品として提供していくというサイクルを回しておりますので、当社の中に溜まっているノウハウといたしましては、物件を売却することによって、様々な投資家様、国内外の機関投資家様であったり、個人の方であったり、事業会社様向けのですね、商品の売却、ここからのフィードバックが来るようになって、どういう商品が売れ込むか、どういうエリアが、どういうサイズが、どういったものが含まれるか、というところのニーズをしっかり把握。しております。加えて、リーシングも年間2000個しておりますので、エリアの供給、需給バランスによって、今、どのエリアで、どういった部分のレジデンシャルが整われているか。例えば、同じ時期に海上に供給されるようなレジデンシャルの中の間取りと同じ間取りで勝負しても、そこはなかなかリーシングが苦戦しますので。そういったところもですね、私どもとしては、しっかりとマーケットを確認しながら、作っていただくデベロッパーさんにですね、一目置いという形でですね、使用書もお渡しして、窓についても一緒にご相談しながら進めていくというようなですね、形で、ここではバブレス経営に任せていただいていますが、当社といたしましては、当社はそういったマーケティングしたノウハウ、物件の販売や一緒のノウハウを、デベロッパー様に提供させていただいて、協力関係の中でやってまいりました。そういった形がですね、これまでの本発の成長させていただいたというふうに思っています。
過去7年の実績で申し上げますと、まあ、初年度50億からスタートして、本期400億の目標でございますが、多分着地で450億ぐらいで売却しているという形になっています。で、一方で売却については、まずまだ260億ほどのですね、物件の売却ということになっておりますが、まあ、目標は500億でございますが、この500億に関しては、今動いている大型の売却のみ、としてはどれ以外にも動いている。これがですね、角度が高くなっているというふうに、認識しておりますので、第4クォーター、あと1ヶ月半ぐらいでございますが、ここまでにしっかりですね、契約をして見てもらうというところが、きっちりですね、目標を達成できるかな、まあ、そのように考えています。で、そのオーナーズの中で、この第3クォーター、第3弾のセキュリティトークン、これをやらせていただきました。ODX のマーケットでですね、スタートというですね、SPO のですね、取引市場、これが多く導入してきました。これは多分大きな、これからですね、変化がやってくると思います。今までの私募ファンドというのは、TK 出資という形で、ご下様に出資をしていただきますが、その出資をいただいた、その TK の部分ですね、その出資の、ご下様が出された出資の持ち分というのは、これはなかなか売買が難しかったというところがございましたが、この ODX のスタートという市場は、そういった自分たちが出資した、その投資のですね、商品、これを売買する市場が、大阪のですね、受け取りできる方法を提供しています。私どもは、その一号案件という形で取り上げていただいていますが、まあ、このマーケットをこれからどんどん拡大していくだろうというふうに考えています。まあ、第3弾については、20億ということでございます。分配金に参る 5%。もちろん、については自分の資本を入れています。まあ、今申し上げたマーケットですが、現状はまだ400億程度のマーケットでございますが、まあ、これは、ある期間の調べでございますけれども、見ている条例の市場、まあ、これから10年間でそれから見ていると。私の中では、もっともっと成長のスピードも、成長の規模感も、もっともっと伸びていくのではないかなというふうに思っております。リートとの違いで申し上げると、私どもリートとしてるんですが、リートは、私どもスリートであると、キャットを投資。それに投資家様に投資をしていただくんですけども、このセキュリティトークンの場合は、今回の場合はロードで言ってるんですけども、より自分たちが目に見える形で、例えばそのレジデンシャルロードというと、だいぶこの自分たちがオーナーとしてですね、投資をしている感覚がだいぶ強くなる仕様でございます。そういった意味では、リートの良さは、リートの良さはあるんですけども、こういった不動産のオーナーとして投資をしたいというニーズ。かといって、一棟で買うと、数億という単位のもの、下手したら数十億という単位のものになかなか投資はできない。そういったものを具現化することで、投資家さんの皆様が、オーナーシップを感じているようなご商品という意味では、今後のリートも大変市場としてはこれからの成長を期待がありますが、このセキュリティトップのマーケット、私も大変期待しているマーケットです。まあ、そういった中で、昨年度、第1弾をやったときに50兆。で、今期は160億やりました。今210億。来年はですね、200億やりたいというふうに思っております。まあ、ここから先については200億というよりは、プラスアルファ、200億ではなくて300億、400億。まあ、オーナーズの物件の取得については、今先ほど申し上げました通り、今度400億くらいありますので、ある意味、この投資のですね、僕らとしてはシードがございますので、こういったものをですね、より設定していこうと。という一つの、まあ、販売チャンネルでございますが、そのシードとして提供していけるでですね、それが結果的には AI の成長ですから、こういったモデルにつなげてまいりたいなというふうに思います。続きまして、アセットマネジメント事業でございます。アセットマネジメント事業については、今回3つのトピックスをなさせていただきます。まず1つ目でございます。地方数においてですね、キャペックスのファイナンスを今回させていただいています。まあ、これはですね、結構画期的なものだなというふうに思っていまして、どうしてもリードというのは、配当を重視するためにですね、なかなか戦略的な、制御的なキャペックスというのを使えない、そういった運用で、多少縛られている部分があるんです。ただ、物件の場面としては、リードの商品をもっともっと価値を上げている。私もね、新築を戻すことができるっていうのは、いっぱい、あるんですね、世の中。で、そういったものに投資をしていきたいんですけど、どうしても、減価償却費を超えるキャペックスというものを出してしまうと、DP が下がってしまう。要は、配当が下がってしまうので、そこを何らかの形で、成長をするためのサポートができない。まあ、要するに、リートの内部成長をサポートするための、今回、スポンサーとしてのサポート
という形でございます。まあ、今回 3.5 という形でございますが、まあ、このスキームがうまくいけば、もう少しスポンサーとしてはバジェットを準備してですね、まあ、投資口、これはオスリートでございますが、オスリートの内部成長に寄与するような形でサポートをしてまいりたいというふうに思います。で、2つ目がですね、投資口の取得というところでございます。1号オスリートホテルに合わせて150億の投資口が取得をこれをしております。まあ、当社は先ほどから申し上げている通り、投資家の皆様と成功度で成功報酬型の NP という形をさせていただいておりますが、よりコミットを強めるという意味においては、私どもが提供した物件に対する投資率そのものを当社が持つことで、投資家の人はよりですね、寄り添った形の運動、そういった思いも含めてやってまいりたいというところが私のコミットということでございます。それを表させていただいたということでございます。で、最後でございますが、いちごホテルリートはですね、R100 への切り替え、これが 100% 完了いたしております。で、オスリートについては 100% 切り替えが完了しておりますので、いちご室、ホテル、この私どもが運用する上場リート全てが R100 を発生したという形になっております。で、ここからクリーンエネルギー事業についてでございます。今期はですね、先ほど申し上げましたが、宮崎の電気によってですね、14メガの太陽光発電所、これが売電が承認になっております。まあ、それ以外のパイプラインといたしましては、グリーンバイオマス、そしてノンヒットの太陽光発電。で、加えて今、まあ、蓄電池、そういったですね、新しい電力職種についての、まあ、検討、そういったものを今、出しております。まあ、今期以降はですね、よりそういった新しい電源の獲得であったり、電力職種についてのチャレンジ、というところで、よりクリーンエネルギー事業の成長をしていく、というところに、私もとしては、軸足を置いていきたいな、そのように思っています。続きまして、先ほどのですね、次のものですね、状況でございます。まあ、先ほど申し上げました、宮崎県の認知でございますが、パネル14メガというところで、総事業費で45というところでございます。で、収益貢献につきましては、PL ベースで5億弱の収益貢献。これは、来期以降ですね、ストック収益として5億弱の補給貢献が期待される商品発生所でございます。ここからですね、株主の皆様に対する株主還元についてのご説明でございます。当社はですね、まあ、長期ビジョンにも立っておりますが、まあ、継続的な不動的な時間超えというところをさせていただいております。2018年から7年間で、まあ、結果的に平均して3億というところで、トータル210億の資格対応をしてまいりました。まあ、現状もですね、決して高い価格は全く言えない価格でございますので、私もこちらは継続的にですね、この資格で、今後も実施してまいりたいなというふうに思っています。で、続きまして、配当についてでございますが、本社は、流進的配当政策ということと、あと、DO 3% 以上というのを使っております。今年の初めでございますけれども、7円で据え置かれていた配当については8円という形の業界をさせていただきましたが、まあ、今期の業績、私どもとしては、先ほどのですね、オーナーズの物件の売却、この大型の売却ができることによって、大きな、情報修正の可能性もあるというふうに思っておりますので、そういった流れになった、貸し切りはですね、この増配についても、積極的に検討してまいりたいな、というふうに思っております。で、最後でございますが、当社はですね、J グループ、バンクラン、これをですね、お願いしておりますが、株主の皆様、あとは、投資主の皆様に、引き続き、株主の皆様、こういった、私どもとしての提供をですね、続けさせていただきたいな、というふうに思います。で、最後でございますが、当社のサステナビリティについてのお話についてでございます。緑色のプログラムについては、一応、エコエナジーのですね、事業の成長のことでございます。当社としてもですね、クリーンエネルギー事業によって削減する CO2。まあ、これは、当然ですけど、事業の成長が増える。で、一方で、CO2 の排出の削減については、まあ、2020年なんですよ、3分の1ですね、に下がってきている。で、右に書いてあるような、いろんな取り組みをしながら、当社としては、絶対に CO2 を出さないという。そして、逆に言うと、CO2 を出さないところが、クリーンエネルギー事業によって、より、環境に優しい、そういった事業をより成長させることで、環境に対して貢献をしていくというところを、しっかりやっていきたいと思います。で、当社は、R100、このですね、達成を2025年というふうに追いております。で、今期の目標といたしましては、85% の達成というところでございますが、
現状見えているところで言うと、90% の発生が見えています。残りの 10% は、来年の、まあ、多分、半期ぐらいでですね、十分達成が見込まれるので、2025年中のですね、RTF の達成、これは十分可能な水準に、まあ、進捗になってきたな、というふうに思っています。まあ、当社の場合の、この RTF の大きなポイントといたしましては、緑が2種類ございますが、ライトグリーンのですね、今 33% 書いてありますけれども、これは当社のフリーエネルギー事業、エコエナジーが発電をすることによる環境がによるものでございます。で最終的にこれ 100% になるときにどれくらいかなというふうに試算しておりますけど、多分 40% ぐらいのですね、私のモノトラッキング証書を使った、フリーエネルギーを使った形になるというところでございます。で、この R100 についてはこれで終わりではなくて、今後はよりですね、この今学校に書かれているのも以外のですね、CDP のですね、スコープ3のことであったり、SBT、そういったところのですね、ターゲットもしっかり設定しながら、事業もしっかり生成をさせつつ、環境にも配慮した、そんな事業モデル、サステナブルインクラというものをですね、しっかり実現して、まあ、というふうに思います。最後となりましたが、先ほどのですね、J リーグのセットプパートナーという形で4年間やらせていただく中で、実はですね、今年の、一番グループですね、宮崎のデケバジャルという、J のですね、J リーグのクラブチーム、この運営に参画いたしております。テケバジャルさんはですね、JFL の方から今年は宮崎でスポンサーとしていろんなサポートをしてまいりました。まあ、今回、たまたまご縁があって、オーナーさんから、まあ、オーナーチェンジのお話をいただいたものですから、私としては宮崎というのは、宮古市をはじめ様々なクリーンエネルギー事業、農業事業、様々な事業をやっておりますので、このスポーツ、いう新たなコンテンツを含めてですね、よりですね、宮崎の皆様ともにですね、オール宮崎という形の体制の中で、より成長していくような形をですね、守っていければな、というふうに考えております。以上、第3クォーターの決算のご質問でございます。ありがとうございます。それでは、これより質疑応答の時間とさせていただきます。それでは最初に、SMBC 日興証券株式会社、田澤様、ご質問をお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではですね、まず、1点目なんですけども、13ページの、まあ、進捗状況について、13ページの資料でですね、ご解説改めていただきたいんですけども、ストックの方はもうおおむね20億円の上振れっていうのがおそらく、まあ、見えている中で、フローの方ですね、まあ、通期計画、まあ、135億円ぐらい出すということではあるんですけれども、引き続きそこに向けて、まあ、今期確定分をさらに積み上げていく方針なのか、あるいは、ストックで上振れした分、そこまで売らなくてもいいので、まあ、ちょっと抑え気味で来期に一部温存するのかとか、そこあたりの状況、考え方を教えていただければと思います。1点目です。で、2点目なんですけれども、まあ、17ページ、アセットの取得が一気にこう、結構進んだわけなんですが、まあ、外部環境も含めて要因があれば教えていただければと思います。まあ、例えば、金利が上昇するのを前に売ってしまおうという、こう、プレイヤーも出てきているのかとか、そこあたりも含めてですね、今後の売買市場の動向、見通しも教えていただければと思います。最後に3点目は、お台場のリーシング状況と、御社のまあ保有売却方針の、検討状況について教えてください。以上3点です。はい、田中さんありがとうございます。まず、13ページのですね、まあ、事業の収益の進捗の部分、特にグロース益の部分の質問というふうにご理解させていただいておりますが、そうですね、基本的には、先ほどちょっと申し上げてはおりますけれども、特に第4クォーターで残り残っているのは、一応オーナーズの、大型の売却がですね、今進んでおりまして、この売却については、私どもとしていたしましては、今期中にしっかりと、契約決済までいくという前提で進めておりますので、まあ、実際今現状において、100億という登記利益、今期のことについてはもう超えております。超えておりますが、そこに甘んずることなく、今期に、まあ、今期についてはというか、まあ、毎年そういうつもりで、情報修正
していく所存でやっておりますけれども、今期についてもですね、まあ、今期はたまたま、いちごオーナーの売却が少し後ろにずれ込んでいるというところがあるだけでございますので、まあ、もともと目標にしていたオーナーズとしての売却の売上減価については、しっかりそこに届くように、現在も、売り主様とですね、しっかりと売却についての交渉をしているところでございます。ですので、特に、第4クォーターで少し調整するというようなことは考えておりません。よろしいでしょうか。はい。続きまして、物件の取得についてですが、まあ、好調な背景、まあ、あと環境の変化、まあ、今後の見通しということでございますが、そうですね、やはり、今期ですね、やはり物件の取得については少し、まあ、昨年よりは環境としては良かったかなというふうに考えております。で、その主な要因といたしましては、やはりですね、これは第2クォーターも申し上げておりますけれども、まあ、欧米系の方、主力を取るような、まあ、投資家様、要は、若干ですね、そういった投資家様のですね、取得意欲というのが少し、今期については下がったかというふうに思っております。ですので、当社が特にマルチアセットの方で買い倒す、やホテル、そういったものについては、本来はもう少しいろんな投資家様がですね、手を挙げて、僕らとしてはなかなか買うのが難しいような環境もあり得たと思うんですけども、まあ、今期に関して申し上げると、そういった、取得の環境が、比較的、私どもにとっては、まあ、ありがたかった、追い風だったな、という気はしております。まあ、この環境については、まあ、アセットごとによって若干違うと思いますけれども、オフィスについては、やはりまだ引き続き、まあ、グローバルに見るとオフィスってどうなんだろうというところはあるので、まあ、来期あたりもまだ続き変える環境が続くかな、というふうに思っております。で、ホテルに関して申し上げると、まあ、マーケット的にはもう、まあ、完全に戻ってきていて、そんなに安く買えると、いうイメージは、ないんですけども、まあ、当社の場合においては、まあ、ワンファイブホテルというオペレーション会社を持っているというところの、まあ、一律の長というか、まあ、メリットをうまく活かしながら、まあ、そういった、オペレーションチェンジができるようなホテルであれば、当社はですね、他の取得のコンペクターよりもですね、強い価格を出せ、かつそこでしっかりとですね、バリアップできるというようなですね、ノウハウがある。というふうに自負しておりますので、引き続き、本当にもそういった案件においては強く見たいかな、というふうに思っております。で、今後の動向についてということで申し上げると、やはり、今期よりも来年の方が、先ほど申し上げていた投資家様が若干元気になってくるんじゃないかな、というのは、年末年始のですね、情報交換の中では感じておりますので、まあ、今期並みに変えるかどうかは、そういった方々の、まあ、投資意欲がどれくらいか、というところが、まあ、一つのポイントになるのと、あとは、まあ、金利の上昇というところに対して、投資家様がどの程度、こう、ネガティブに感じて、まあ、価格を突っ込んでこないというところだと思っておりますが、まあ、当社においては、金利の上昇というのは、まあ、前回も申し上げておりますけれども、まあ、インフレを伴う金利の上昇であれば、そんなに当社にとっては、投資環境が悪くなっているというふうには思っていないですし、投資するそもそものオプチュニティはあるというふうに思っていますので、引き続き積極的に物件の検討取得についてはやっていきたいなというふうに思っております。2点目は以上でございますが、はい、ありがとうございます。3点目、お台場についてでございますけれども、はい、はい、お台場については、まあ、年初の時にですね、今期末で 70% の稼働というのを一つ目標というところで、ご説明をしてまいりましたが、現状も契約ベースで 70% を超えておりまして、今、検討いただいている投資、テナントさんも入れると 72、3% ぐらいの着地になるんではないかなというのが、近々の現場からの報告できております。まあ、ですので、まあ、気象予想通りよりちょっとプラスというような環境になってきているので、まあ、コロナ中にだいぶ上げつつあった状況からは少し持ち直しつつあるのかな。まあ、そのように思っております。で、加えてですね、物件の売却については、そうですね、これはまあ、稼働がある程度いったタイミングでの売却ということを基本は想定しておりますが、まあ、稼働も今まあ7割を超えてきて、来年中には8割、そしてまあ9割を目指していける環境になればですね、まあ、早めのプレマーケティングをしてですね、物件の売却に進んでいくということも十分考えられるというふうには考えております。わかりました。ありがとうございます。はい。稼働目標は達成というか目標通りということなんですが、賃料って計画よりやっぱりちょっと下げてる感じですか？
もともとですね、10%ぐらいの賃料の下落を見込んで、考えていましたが、今期に関しては、昨年の平均賃料からすると 6% ダウンぐらいで決まっているので、まあ、そこまでアゲンストな状況、まあ、状況ではなく、まあ、思ったよりもちょっと良かったかなというのが、まあ、その平均賃料の着地からも見てくれるかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。それでは、次に、株式会社 SBI 証券、小澤様、ご質問をお願いいたします。SBI 証券の小澤です。聞こえますでしょうか。はい。じゃあ、私から2点お願いいたします。1点目は、ちょっと前の質疑応答のところでもありました、物件の取得結構順調ということで、ご回答の中では、ちょっと競合要因のお話があったんですけど、それ以外、例えば、御社の固有要因で、特にレジとかが、割と順調に変えてるようなんですけど、何かこう、従来とかまた違った目線でいけるとかってあるんでしょうか。例えば、こう、レジの方のブランド力が上がってきたので、まあ、賃料も高く取れそうなんで、まあ、それこそ若干突っ込んで買っても大丈夫かなとかですね。あるいはなんか先ほどのセキュリティートークンなんかも結構順調に積み上がってるんで、こう出口がすごく見えやすいので、これもちょっと少しこうアグレッシブに言ってもいいとかですね。なんかそんなところってあるんでしょうか。まあ、でもあんまり目線は変えていないのか、ちょっとここら辺の、ちょっと特にレジのところでお伺いしたのが1点目です。で、2点目なんですけど、19ページ、セットアップオフィスの事例があって、すいません。ちょっと今日たまたまお昼にサンフロンティアさんのセットアップオフィスに、はい、ちょっと見学行ってきたんで、よくサンフロンさんもこの話はよく言ってて、やはりちょっと大幅に賃料上げられてるんですけど、ここら辺のセットアップのところって、競合状況っていうのはそんなにはやっぱりプレイヤーがいなくて、まあ、リーシング力とかいろいろ考えると、まだまだ優位性というのは発揮できるのかとか、それからこういったすごく大幅にバリューアップで賃料上がる事例みたいなところは結構まだたくさん潤沢にあるのかどうか。まあ、今特に建築費とか高いので、そう考えると、まあ、どちらかというとこうやはりこう再生の方が投資効率はいいような感じがするので、まあ、その辺のちょっとポテンシャルのところをちょっと改めてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず、いちごオーナーズについてですけども、そうですね。まあ、レジについては、やはり、まあ、先ほど申し上げた、当社としては、まあ、デベロッパーさんとの、まあ、パートナーシップによって、まあ、なんて言うんでしょう。投資家様に対しての出口の部分についても、バリエーションが増えてきたということも一つ言えると思いますし、まあ、デベロッパーさんとの関係の中で、ある程度ですね、まあ、年間これくらいの売り上げを立てたい。で、当社としてもこれぐらいの取得をしたいというような、まあそういった継続的なですね、デベロッパーさんの取引が増えているんですね。中身で言うと、多分半分以上そういった取引によって、まあ要は、なんていうんでしょう、継続的な取引のデベロッパーさんがすごく増えてきていると。まあその要因を、まあ先ほど実はご説明させていただいた。まあ要は、いちごさんと組むと出口は高くて、かつ、売っても間違いない商品。まあ要は、レジを立てても結果マーケットに合わない商品。仕様であったり、間取りの商品を作っても、それはリーシングで苦戦して、結果的に物件を売却するときに利益が出ない。といった、そういった部分において、デベロッパーさんからすると、リーシングをする前に売却をしたい。まあ、それはできるだけ立てたら回転していくというような事業モデルであるからこそというところもあるんですが、まあ、そこの、まあ、彼のですね、そのビジネスモデルをサポートする意味で、リーシングと売却のところの強みを持った僕らと組むことで、結果的にデベロッパーさんも成長することができる。当社としても取得の増加ができているというようないいサイクルができているというところが言えるんではないかなというのが一つ。あとはですね、コロナ中に関しては実は物件の売却はほとんど AUM に寄与するような売却をしておりませんでした。というのも、やはり全体の収益を底上げする意味でもですね、AUM を獲得する前提の物件の売却はどうしても、投資家のですね、出口のところの、選択肢が狭まって、物件の売却の角度も下がっているというところもあったので、このコロナ中においてはホテルやオフィスの売却を使いましたので、オーナーズに関しても、比較的ここは営業を注視するというような、物件の売却、そして、フロー収益をしっかり取るところに、ちょっと軸足を置いた3年間でございましたが、今期については、まあ、昨年からでございますけれども、SEO、そういったものの新たなマーケットが、まあ、開いたりというチャレンジであったり、まあ今まで通り、当社がですね、長期的に成長していくためには、AUM を積んでいくということが大変重要でございますので、そういった絞りと絞りバンドの蘇生に向けた物件の取得というところがですね、
当社としての販売チャンネルとしての配分化、そういったものをですね、物件の取得が投資をしたのではないかなというふうに思っております。オーナーズの物件の取得についての、件ですが、小沢さん。ああ、大丈夫です。ありがとうございます。はい、で続いて、セットアップ室についてでございますが、そうですね、やはり三保さんも相当このセットアップ室というのはやってきておられると思いますが、まあ、競合になるかというと、もちろんそれは競合になると思うんですが、まだまだこのセットアップ室というのはマーケットの中で、全然シェアとしてはまだ低い状態にございますので、私どもとしては、もっともっとこのセットアップ室のビズってのは上がってくるんだろうな、というふうに思っております。まあ、当社もですね、各当社も、この年明けから、私ども新しいオフィスに移転しておりますが、もともと、帝国ホテルさんで20年お世話になって、きましたけども、今回オフィスとしては、だいぶ、一新しております。働くスペース、お客様を案内するスペース、ということだけではなくて、より、いろんな会社のですね、融合、まあ、シームレスなスペース、というのを、私どもとしては提供したいですね。あと、お客様と当社の人材の交流みたいなものもできるようなスペースを準備させていただいたりということで、オフィスの働く環境についてのニーズというのは、だいぶ多様化してきていると思っていまして、例えばちょっとリビング的な、ちょっとくつげ広げる要素があったり、まあ集まってみんなでですね、そういった、まあ情報交換だったりコミュニケーションのスペース、そういったものもですね、まあ流動的にできるようなスペースというのを求められていますので、今までのオフィスではなかなかそれが提供しきれなかったり、まあ、もしそういったオフィスを、要望するんであれば、新たに、そういったオフィスに移転するというニーズ、こういったニーズも増えてきているのかな、というふうに思います。で、セットアップオフィスについては、スタートアップだけではなくて、中堅の企業さん、まあ、もちろん、上場会社様もそういったニーズが増えてきていますので、これから私としては、もっともっとこのマーケットは大きくなっていくんではないかな、というふうに思っておりますし、今は東京中心にセットアップオフィスはやっておりますが、当社ももうすでに福岡でスタートしておりますので、そういった意味では、地方の大都市においてもそういったセットアップオフィスのポテンシャルというのは、もっともっと上がってくるんではないかな、そのように考えておりますので、まあ、一応といたしましては、先ほど申し上げましたが、オフィスについても、一号としてのですね、高価値なブランドをつけたですね、商品、まあ、ホテルでいうノックのような商品、こういったものを、まあ、今後ですね、展開できたらいいな、そのように考えております。はい、あ、よくわかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、チャットより、匿名でいただいておりますご質問を読み上げさせていただきます。ホテル需要の伸びは、今後一旦落ち着くのではという見方もあるが、来期もさらに伸びそうかというご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね。ホテル需要というか、まあ、当社のですね、需要と当社の収益の伸びというところの、まあ、関連性ということのご質問というふうに理解しましたけれども、昨年から見るとですね、倍ぐらいの収益の伸びになっておりますし、レブパーで言っても、まあ、7000の前半から1万1000という大幅な伸びになっておりますが、これぐらいの収益の、その、なんていうんでしょう、確率であったり、連覇の伸びが来期も同じようになるかという、それはさすがに難しいかなというふうに思っておりますが、まあ、ただですね、まあ、引き続き、観光需要というところもそうですし、まあ、コロナが終わったことによるビジネスニュースも増えてきておりますので、続きですね、ホテルの需要というのは高い水準が継続しているというふうに思っておりますので、まあ、昨年から今年ほどの伸びではないですけども、引き続き、高い成長性というのは十分に期待できるマーケットなのではないかなというふうに思っております。ご質問ありがとうございました。それでは、チャットよりいただいておりますご質問を読み上げさせていただきます。ストック収益を伸ばしていくためのドライバーは何かというご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、ストック収益については、やはり私ども、この秘書からも申し上げておりますが、当然、今の3つの事業、新築事業による賃料収入、そしてクリーンエネルギー事業による販売の収入ですね、それと、あとは営業事業のレシピということになりますが、やはり今後はですね、よりアセットマネジメント事業によるフィー収入、これを大きく伸ばしていきたいなというふうに考えております。まあ、先ほどから申し上げている通りですね、一号事所、そして一号オーナーズの物件の取得、今期740億という物件の取得をしておりますが、当然これは、保有している間は、ストック収益、賃料収入としてのストック収益でございますし、
ある程度割り当てとなり、BCM が完了したタイミングで物件を売却すれば、もちろん不動収益が出てくるんですが、その後ですね、物件としてはそれは続き一部投資顧問で、しっかりと、アセットマネジメント事業を受託できる形でのですね、受け取り、そして、運用売却という、そういったですね、良い、好循環のサイクルをより今後はですね、意識して作っていきたいなというふうに思っておりますので、今後のですね、ストック収益の成長ドライバーは、まずはアセットマネジメント事業の成長による AMP の増加というところに、私どもとしては大きな場所を踏まえているというふうに思っております。ご質問ありがとうございました。それでは、質疑応答はこの辺りで終了とさせていただきます。以上をもちまして、うちぼ株式会社2024年2月期第3四半期ウェブ決算説明会を終了させていただきます。ありがとうございました。